ザルニアさん、こんにちは。皆さんこんにちは、旦那様です。さあ、新ハンター来ましたね。ついに待ちに待った新ハンターね。全然ハンター戦じゃないんです。いや、ハンター歴3000万年で行きましょうか今日はね。じゃあちょっと新ハンターね、見ていきます。よろしくお願いします。女性なん、これ。何十アゴ、これやばくない？これ女性だったんだ。マジか。うわ、幸運寺、何これ。何？うわ、怖。アバター、ケダブラの時の緑の閃光やん。これ女性なんや。バッパじゃん。俺、後ろ姿しか見てなかったからさ。何これ。やばー、こいつ。ちょっと早速ね、実践やっていきますね。じゃあ、どんな感じか。よろしくお願いしまーす。はい、ハンター禁止スキン持ってなかったんで、このまま試合見ていきます。よろしくお願いします。ハンター歴3000万年の、ントゥル様です。よろしくお願いします。小屋方面で湧いた時に、ハンターとスパンを覚えましょう、皆さん。小屋に絶対来るので、ということで、ロビーあそこから湧いたんでね、向こうに行かないようにお願いします。廃墟、強ポジの方に行きましょう。ね、そうすることってすぐに、この板ってさ、ハンター絶対にくっついてこないので、これ、見てくださいよ、隣見たでしょ。ここも倒さずに、あんまりね、もう回りきないですね。そそくさにね、もう行きましょう、廃墟に。強ポに行きましょう。あと、この動きちょっと悪いですね。右に回っても、ハンターがさ、板潰した時に回れるやん。そうすると自分の、板加速がね、潰されるんですよ、皆さん。これ、取ってんか分かんないか。おそばだきが。ほら、ずっと結局は、ハンター、攻撃食らったりにもかかわらず、硬直の間にね、この心理学者ちゃんのトークをいけれてないんですよ。さとみさん、何これ、さとみさん、尊いかな、確か。さとみさんもね、よく大号人学校でプレイされてると思うし、あと、初心者向けにいろんな動画出してるし、泥棒 VS 芸者の動画がね、一番大変参考になりました。とか、傭兵がもうおる。うますぎる。はい、うますぎる。この傭兵すごいですね。はい、もう救助見ていきましょうか。最初鬼火出そうとするから気にせずに、そのまま、はい、救助ね。ハンターもさ、なんか駆け引きするのかなと思って、なんか一切反応できなかったね。ということで、この心理学者、言いたいことは、この心理学者は右下とかさ、左右に関わらず、なんか、結構さ、またいで、また戻るみたいな。ということは、動いてないんだよ。プラマイゼロなのよ。で、ハンターはどんどんスキルのフルタイムがさ、戻ってくるから、ハンター側はプラスなんですよ。ね。裏でみんな解読してる時間を稼ぐ。この呪術は何だろうな。次も傭兵が救助ですね。傭兵詰めてますね。オッケー。すごい進捗っていうか、暗号機の進捗とか、くっそ悪いので、この呪術も救助しようとしてんな。やっぱフォローしようとしてんだろうね。これ今何体か忘れたな。マンモスか鹿か、ない。ちなみにね、海に帯。ね。まあ、体、何々体ってさ、帯じゃん。馬。海に帯っていうさ、漢字で、ね、書くと、はい、大って言うんですけど、これはどういう意味かというと、中国語で昆布っていう意味です。はい、よろしくお願いします。これ今、傭兵、心理学者ですね。ジュジュが右下取ったらいいか。オッケーオッケー。まあ、このジュジュも頭いいですね。傭兵一発食らってあげて、心理学者はさ、ダウンするの時間が早かったので、なんていうんかな、なんていうんやっけ、特質か。ね、特質が、まだ消化しきれてないんだよね、回復。ということで、ね、危機一発持ってない人が救助することによって、もう一撃耐えれると。ね、いいですか、皆さん。はい、はい、ジュジュがピャーってやってからね、ピャー、このままジュジュ。うわー、もったいね。今、こういう時って倒さない方がいいんですよ、皆さん。ね、ジュジュ、どの道食らってもいいんですよ。ね、食らって、わかる、みんな。一回ワンテンポ倒さない方がいいんですよ、こういう時って。人間に壁しかない、人間に壁。ね、ほらね、倒さない方がいいんですよ、皆さん。いいですか、こういう駆け引き。もう、ハンター歴3000万年がサバイバーの応援してるか、どっちもわかんねえわ。この傭兵そのまま何したかちょっとわからないですね。まあ、もうこの試合もクソなんで。これちょっと、今見ると普通に当たってるな。傭兵側の視点で見ると、全然ね、めっちゃ離れてたんですよ。多分、瞬法使いですね、瞬法使い。なぜ、傭兵の視点わかるんですか？私が傭兵操作しました。で、心理学者が奥で芋ってんのか？こんなにね、心理学者、まあ、ちょっといい？言わせてください、皆さん。こんなにね、時間稼いであげたにもかかわらず、心理学者が芋ってたところが TG っていうね、やっぱり院内に行かないといけないと思うんですよ。やっぱり院内がいいな。で、ジュジュ、はい。まあ、どうしようもないですね。見ていきますか。はい、残り。
で傭兵もダウンしてるので、まあ傭兵もあそこクソだったね、うん、食らったの。うわうわ、もうどうしようもないね、うん、俺このロビーの上のこのゴッドエネルの、10万ボルトバーリーみたいなこと技、このちっちゃいやつでさ全然ジュジュの姿見えんかったわ。つうかジュジュのさこれ何、これチャイナドレス、ジュジュのこのチャイナドレスの色合いとね、ロビーの頭の上に乗ってるこのビリビリのこのクラウド結構同じじゃない色合いね。はい、すぐ瞬間移動ですね。で、調合師チェイスに入ります。で、傭兵は海賊じゃないですね。もう傭兵救助ですね。はい。救助しまくりマンゴーだね。うん。で、侵入者の方を振り返るんですけれども、で、割れ窓だったらね、だから、食らったらね、もう板とか倒さずにそのまま進んでおいと思うんだよね。で、結局、ハンターを待ってあげてるっていうような状態になるんだよね。で、またいで、ハンターはまたね、なんか逆回りしてさ、遠く行かさないようにするんだよ。ということで、もう板倒さずに自分がチェイスしやすいようなポジション。まあ、このレベルだと自分がチェイスしやすいところわかんないよね。まあ、とりあえず、強歩ですね。ということで、ここら辺でスポーンしたら、強歩の方に行きましょう。このチョコシンうまいっすね、核兵器ね。いいですね。はい、で、構成振って、遠く行きますか、戻りますか。多分戻られないでしょ。戻ったらおかしいですね。わあ、これうまいっすね。戻るわけがないんですよ。もう板のところにいたんで。うまいっす、うまいっす、うまいっす、うまいっす。ね、そうでしょ、構成振って板に、ね、板のところに行く、ね、自分がチェイスしやすいところに行く。わあ、もうここ今の駆け引きどうなんだろうね。早すぎてまたぎたかったんですけど、またぎたかったと。ロビンのこの鬼火の加速ってすごすぎだよね。当初アレックスさんがさね、なんやっけ、こうロビーが強化されて2週間くらい使ったんやけど無敗だったらしいよみんな。で、その後にもうアレックスぐらいかな、ロビー使ってて上位で無敗だったのよ。そしたら上から弱体化したっていう、アレックス一人のために弱体化したって言っても過言ではないんじゃない。まさかロビーがあんなに強くなるとは思わなかったんだろうね。みんなもね、そこまでロビーとかさね対処してなかったからさ、もうやばいよね。減速に加速にえぐくないね。こっち減速してロビー加速してさ、もうこれこのゲームさチェイスしてせなあかんゲームでしょ。あと駆け引きもせなあかんやろ。でも明らかにメンタルに来てるね。でジュジュ解読して、傭兵解読して、そのままあと傭兵、あこれ細かいですね。傭兵、はい、木を外して調光師の救助ですね。ファイティン、そして傭兵の近くに釣ってあげるっていう優しい優しいやつ。ジュジュも寸止め完了できるんじゃないでしょうか。いいですね。でロービーは瞬間移動あるんですけれども、まあこのぐらいのレベルになるとね、さすがにもう寸止めできてるだろうってことで瞬間移動しないだろう。飛んだらね上げますからね。さあ傭兵救助ですね。駆け引きなしでそのまま救助ナイス。別にやる必要ないです。これ何バチったんかな、ちょっと上がるのが遅かったですね。で調合師が院内にチェイスするので、あんまりね正面のゲートね開けない方がいいと思うんだよね。もうそのまま傭兵の方に行った方がいいと思います。ほらもう院内でダウンしてるから、そのままゲートの方に連れていくんだよね。これなんこれなんだっけ、これ早く早くハイハイできるやつ取ってる、はい、服を服つか、これもうゲート前でしょ。だからジュジュまだ 19% だからね、もう院内でダウンした瞬間に、あこれこっちに伝わるなっていう感じでもう離れた方がいいと思うんだよね俺は。で傭兵は今さらもう今さら間に合わないよ、場所、はい、鬼没、はい、鬼没試合興奮に変えました、ね。はーい、まあ猿あるからいけるかなと思って、君はまるで空のよう青くっていう歌あるんですよ、モンキーマジックね、はい、めっちゃ古いんですけど、まあ、結構好きなんだよそのボーカルの声ね。なんていうかな、そのモンキーマジックでみんな知ってるモンキーマジック、モンキーマジックの中でも空はまるで君という歌が好きなんです。で今なんでモンキーマジックっていうねこの話になったのって、今だってジュジュのさ猿っていうなんかそういうワードがあってさ、そね、まあみんな気づいた、傭兵に対してさ鬼火が一回も当たらなかったんですよ。はいはい、